ハローワールド、青木しきです。はい、皆さんこんにちは、こんばんは、いかがお過ごしでしょうか。今日はですね、明けましておめでとうございます。あのね、年越し配信はしたんだけど、 YouTube ライブの方で2022年になって初めて動画を回しておりますということでね、皆様今年もよろしくお願いいたします。はい、それでですね、今日はですね、何をするかと言いますと、これからちょっとね、池袋の方に出かけたいと思います。スイパラの方でですね、とあるコラボイベントをやっておりまして、そちらの方にね、ちょっとね、行きたいなと思っているので、早速ね、出かけなきゃっていう、もうまたいつものごとく待ち合わせ時間ギリギリなのでちょっと急いで行きたいと思います。それではレッツゴー。今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ではレッツラゴー。
ようちゃん、アップルウォッチ使う予定あります？この間おっしゃって、すがさってたやつですが、そう、ちょっとりょうちゃんのアップルウォッチを今から買いに行きたいと思います。いいですか？行きましょう。やったはい、ちょっと近場の喫茶店に移動しました。今からね、ランダムのアクキーじゃねえアクスターを開けたりとか、りょうちゃんのアップルウォッチを、ね、開封の儀式したいと思います。プロさんの板バッグ用のグッズ、あそこに開けて入れればいいのかな。そうですね。おお、なるほど。そうそうそう、スタンドにするときはそう、それがあるけど、そのままで、これ折れちゃうんじゃないのかな。確かにちょっとリュックだとあれですね。すごい、なんかドラクエの街に馴染んでる。いける。あ、これいいな。いけんな。え、これ何買ったんでしたっけ。缶バッジとアクスター。缶バッジと、そうアクスタ開封してくださいよ。それは缶バッジ？缶バッジ。どっちからかな。いやー、缶バッジ任せます。出るかな。出たらこれすごくないですか。3個しか買ってないから。いやー。あ、ランコだ。あ、でも。え？ランコちゃん、ランコちゃん。あー、あれだ。うん。あ、アフラン。なんかでもメインの3人のうち2人が来たから、あ、そうなの？あと1人。これで合うか聞いたらすごいけど。すごいです、髪の毛。逆にそこ引かないんかいってなりそう。あ、青色だ。あー、でもあれです、シンデレラの京子ちゃんですよ。あー、すごい。あー、なんだ、もっといっぱい買っとけばよかった。面白いな、これ。それで沼にハマるんですよ。いやー、なるほどね。あ、京子ちゃんだ。シンデレラの子だ、やったー。京子ちゃんです。京子ちゃんのドリンク飲んだからかもしれない。すごいオタ活の人みたい。並べとこう。いや、最近のアクスタほんと可愛いですよ ねサイズ感も。デフォルメキャラなのがいいな。可愛い。しかもオリジナルの衣装で。ね、そう、そこ。そういうことなんだ。はい、スイカラコラボ限定の。やるなぁ。いいなぁ。全部あげる。やったぁ。りょうちゃんがアップルウォッチデビューです。全部アオキさんからのプレゼント。6だったけど、もう今は7が出てた。すごいね。かな。わー、かわいい。あ、すごい。自動がかわいい。いやー、やっぱアップル製品開ける瞬間テンション上がる。いやー、すごいいいですね。この箱がすごいですよね。わかる。もう全部好きです。ケースも買いました。なんかおしゃれ。大理石風のケース。なんか若干手が震える。緊張しちゃいますね、これ。あ、容器。ありがとうございます。陽気陽気。変身できそうです。テンション上がるよね。テンション上がります、これは。やった。未来に来ました、完全に。りょうちゃんがなんと今日のお礼と布教に物をくださったので、ちょっと開封したいと思います。ほぼ布教みたいなもの。嬉しい。あ、待って、すごい。猫にモテたいニューヨークって、これ知ってる。あ、本当ですか。なんか多分ファンの方がもしかしたら、いや、送ってるかもって思って、まだドキドキしてたんですけど、これネットで見たんですよ。はい。何これ。猫、そう、猫が好きなマタタビとかのやつが入ってる入浴剤らしくて。さすが小洗いしちゃう。いや、欲しかったんですよ。入浴剤なんて小洗いだ。お風呂入れないの。確かに。後ろからお風呂入ってきた。りょうちゃんのお家が給湯器がぶっ壊れてるから、りょうちゃんに思いを馳せながら入ります。あと、なんだこれは。出た、弾丸論破。これね、僕あの声優のね、仲良しさんにもね、ずっとやってって勧められてて。そうなんですよ。シリーズが全部回転パックが出たんで。すごい。あ、しかもスイッチだ。嬉しい。ありがとうございます。いいんですか、ってかこんな高いもの。いや、そんなことない。で配るようにいくつか。マジっすか、すごい。限界オタクなんで、ちょっと。これは、あ、それの特典です。あ、これが特典。
あ、本当だ、ポーチですかね。かわいい、ドット絵の。わー、嬉しい、ありがとうございます。はい、ということで帰ってきました。いろいろね、買ったのでね、ご紹介したいと思います。あれ、ゆんちゃん、まずこちら、これはですね、コラボのタペストリーですね。タペストリー、じゃーん、でかくない？めっちゃ良くない？ほら、こんな感じ。ちょっと、ゆんちゃん、ちょっと、ゆんちゃん、ちょっとオンリしていただけないでしょうか。タペストリーめっちゃでかいんだけど、ちょっとゆんちゃんのせいで見えないですね。続きまして、でコラボのクリアファイルですね。メインビジュアルになってたやつ、ちょっと1枚しか買ってないからもったいなくて、ちょっと使うかどうかは未定ですが。あとはね、グッズで買ったら2000円ごとにね、ポストカードがもらえるんですけれども、ワンチャンこれ全種類揃ったのかな。僕かぶりなしでね、こんな感じでいただきました。これはシンデレラ組ですね。かわいい。あとはね、これ川村さんも買ってたんですけれども、アクスタ、大きいビジュアルの方のアクスタですね。これ、この枠から外すのもちょっともったいないよね。はい、こんな感じで、じゃじゃーん、めっちゃ良き良きですね。これここに置いとくか。ちなみにこれは向こうでもお見せしましたが、コースターですね。コラボフードでもらえるコースター、ランダムなんだけど、ちょっとアスカさんがもらえたの超嬉しい。これはめっちゃ運がいいと思う。あとはね、あの喫茶店でも開けたランダムのアクスタなんですけど、これはあの、なんとスイパラに行ったら、これ出たのでよかったらって言って、なんといただいてしまった。アスカさんのアクスタ、改めて、じゃーん。自分で弾けなかったからさ、買ったものの、さすがに3個じゃ弾けないわな。すげえ嬉しい。でね、あと帰りにね、川村さんとりょうちゃんと別れてから、僕前からずっと欲しくて悩んでたんだけど、ついに買ってしまったものがありまして、こちらです。じゃーん、リーファー。これなんだかわかりますかね。リーファーのね、これヘアアイロンなんですよ。去年2021年の夏頃からね、切れ毛が半端なくてさ、夏頃一番やばくて、前髪とね、横のこの辺の毛がね、もうここら辺まで全部切れちゃったことがあったのよ。で、あまりにもやばすぎて、エクステをつけてなんとか、あの今っぽい髪型にね、戻してた時期があったんだけど、本当に髪の毛の状態が良くなくて、一時期切れ毛に悩んでたから、もうなんとかしてダメージをね、なるべく減らしたいっていう感じで。ただ癖毛だからアイロンは絶対しないと僕生きていけないので、だからなんとかそのアイロンとかの熱ダメージを減らしたいなと思って、髪にいいアイロンを調べてたら、このリファってやつか、ヘアビューロンっていうやつがあって、そのね、2択、大体その2択がおすすめですよって出るんだけど、値段的にはね、このリファは2万円ぐらいで、ヘアビューロンっていうのは今最大まで 7D っていうのかな、 4D とか 7D とか、なんかいろんなバージョンがあるんだけど、あのヘアビューロンはめちゃくちゃ高いのよ。マジ何万、もうね、ちょっとリファとは比べ物にならんぐらい高くて、ただ髪にいいんだったら値段じゃねえと思って、本当に髪にいいんだったら、そのヘアビューロン、値段関係なくヘアビューロンでもいいやと思ってたんだけど、こうね、いろいろ調べてたらさ、ヘアビューロンはアイロンかける前にオイルとかクリームとか、そういう髪の毛になんかつけるのはダメなんだって。本当に風呂上がってそのまま何もつけない状態のね、髪の毛じゃないとヘアビューロンって使っちゃダメらしくて、このハイトーン、ブリーチしまくりのハイトーンでヘアオイルとかクリーム系とか一切つけないのはマジ髪が死ぬんよ。ドライヤーでまず死ぬから、それはね無理だと思って、何もつけないでアイロンを使うのはさすがに無理って思ったから、このねリファにしました。リファはね、多分あのメイクさんも使ってたから、整髪料みたいなとか、そういうオイルとかつけてからでも大丈夫っぽいので、こっちにしました。だからこっちは、まあ、2万円で200円ぐらいお釣りが来る感じでした。見た目がめちゃめちゃなんかね、高級そうっていうか、かっちょいいんよ、リファのアイロン。こんな感じでかっちょいいアイロンなんすわ、ピカピカで。はい、ということでね、以上が本日のね、スイパラからのちょっとしたお買い物って感じでした。無事りょうちゃんにも1年越しになっちゃったけどね、アップルウォッチも買えたし、すごい喜んでもらえたので良かったですね。なんかいいものは、あ、痛い、ゆーちゃん、といいものはね、いろんな人にね、共有したいなっていう気持ちがある人間なのでね、アップルウォッチの良さをマジで伝えたかったので、これちょっとりょうちゃんにね、早く使ってもらってね、いろいろ感想をもらいたいところですね。はい、それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。今日はね、こんな感じのお正月早々一発目に撮った動画でした。またね、なんかお買い物行ったりとかしたら、買ったもの紹介したりとか、まあ Vlog みたいな感じでね、動画でお届けできればいいなと思っております。では最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ゆんが見
見えない、絶妙に見えない位置。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。